キッコーマンの田本社の田市駅は、千葉県の田市の田にある、東武鉄道の田線の駅である。駅番号は、TD17。開業時の地名が由来だが、県内には、すでに帝国鉄道庁防総線外防線の野田駅が設けられていたことから、野田町駅となった。1 9五十年に、野田町、朝日村、バイゴ村、七福村が合併し、野田市が発足したのと同時に、 野田市駅に改称された。島式ホーム一面二線を有する高架駅。大宮方面駅の当駅始発が設定されている。かつては駅舎に接する単式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線の計二面三線を有していたが、高架化工事に伴い常述の通り2014年9月28日から、島式ホーム一面二線のみとなった。駅舎は、 大宮方面の単式ホーム側にあり、島式ホームとは地下道で連絡していた。2021年3月28日の高架化後は、引き続き島式ホーム1面2線の暫定公開駅となったが、連続立体交差事業竣工の暁月には、島式ホーム2面4線と保守車両の留置線1線の廃線となる予定である。駅に隣接するキッコーマンの醤油工場から、 貨物輸送が行われていた名残から駅構内面積は広い。また、旧駅舎は木造2階建ての洋風駅舎で、東部野田線の前身である、総武鉄道の本社が置かれていたため、学校風の大柄な建物だったが、高架化工事に伴い、2018年1月19日の仮駅舎移転後に解体された。以前、野田車掌区が存在したため車掌は当駅で、 交代していたが、7光台電車乗務区野田車掌区を7光台乗無管区に統合した、ことにより2011年7月23日のダイヤ改正より、車掌も7光台駅での交代に変更された。2019年度の1日平均乗降人員は9932人で、ある。野田市の中心駅ではあるが、 上降人員では同市にある、梅里駅、川間駅を下回り、あた駅とは、わずか4人差で上回っている状況である。各年度の1日平均乗降を及び、乗車人員は、下表の通り。野田市中心市街地に近いが、駅前には、工場や倉庫が立地する。駅東側には、国道16号、西側には、千葉県道5号松戸野田線。 千葉県道十七号欠場の打線、千葉県道八十号の大和月線、南側には千葉県道四十六号のダウシック線が走る。駅前にはキッコーマンの工場などが立地し、あた駅方面に市役所をはじめ、警察署や消防署などの行政機関が集約している。当駅から木のエネ醤油本社方面にかけて、経済産業省認定の近代化産業遺産、 野田市の醸造関連遺産が集約している。埼玉県北勝鹿郡松伏町、越谷市、茨城県坂東市岩井地区方面への路線バスが発着する。駅前には茨城急行自動車の大営業所と豆バスの車庫がある。近隣ゴルフ場でプロやアマチュアのゴルフ大会が開催される際にシャトルバスが運行される場合がある。ありがとうございます。